阿蘇を世界文化遺産登録への懸垂幕が阿蘇市役所に掲げられました。平成19年4月から文化庁の世界文化遺産暫定一覧表への追加候補の公募を受け、阿蘇市は阿蘇を世界文化遺産登録できるよう取り組んでいます。平成20年3月31日には世界文化遺産特別委員会ワーキンググループによるヒアリングを受け、より一層自治体と市民の皆様一丸となって世界文化遺産登録を目指しましょうという意気込みを懸垂幕にして掲げました。懸垂幕が阿蘇市役所に下がるとともに、阿蘇佐藤市長が阿蘇が世界遺産になれば周囲の景観をすべて国、県、市が手厚く保護していくことになり、その結果私たちが守り育ててきた阿蘇をいい状態で次の世代へ引き継ぐことが可能になります。名実ともに世界の阿蘇となるよう自治体および市民の皆様と一緒に頑張りましょうと挨拶をし、より一層の決意を固めました。